どうも、トマピーです。どうも、安岡です。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはマジック・ザ・ガザリング、あの子の対戦、プロツアーゲートウォッチの誓いより、エルドラージ対神話。ちゃんと言えたわ、結構なんかあったけど、懐かしいね。これすごい鮮烈なプロツアーだったよね。そう、なんか急に現れたエルドラージ無色デッキが、うん、席巻したね、大会を。アメリカ勢だっけ、チャネル勢だっけ。いや、なんかもういろいろだね。ヨーロッパもあって、そのなんか青赤エルドラージとかもあったけど、うん、この無色がやばかったんだよね、暴れ回った。いや、そういうわけでもないんだよ、難しいね、いろいろあったんだけど。俺ばっかトップ8残ったよね。ドラフトとかの成績も良かったから的に、まあ、無色エルドラージはでもともと多少あって、うん、青単エルドラージ、うん、空中生成エルドラージが入ってるのが出てきて、うん、結構それが強いとか、あとミド赤エルドラージかが結構。それなんかでもその後じゃないですか、なんかいろいろになったので、青単はこの時あったけど、トップ8いたけど、無色が4人ぐらい入んなかった。トップ8でも無色はもともとあったデッキだから、もともとエルドラージデッキが無色エルドラージっていうのが流行ったの最初に。 それがこのプロツアーか。そう、いや、その前、そのプロツアーの前発売してエルドラージが多いって言って、これが強いって状態で始まってる。だってプロツアーの時になってエルドラージもみんな知ってはいたから。だとしたら俺らのチーム超遅れてたってことになるから、世界10カ国以上のチームが。そんなことないよ。だってエルドラージは分かってたでしょ、っているの。違う違う、エルドラージが強いってことはみんな分かってたはずだから。いや、エルドラージをみんな使ってたんだけど、プロツアーで勝てるレベルのデッキだと思えてなくて、それはアーボクとかやったらなんか黒いエルドラージデッキで。いや、で最初からエルドラージはもうあったと思うけどね。あれ黒、これが黒なの、後ろアボが入ってて。いや、エルドラージがね、だから大会で使うレベル、いや、そもそも大会はなかったから。違う違う違う、だから練習段階でエルドラージは回してたのよ、俺らのチーム。それは分からん、別のチームだから。違う違う違う、あのね、だから大会とかでまず勝ってるとかっていうその強いリストとかなくて、ない、うん、エルドラージは今回可能性あるから回そうってどこでもなってて、やってたんだけど、うん、そのみんな強いエルドラージなかなか作れたチームが少なくて、うん、っていう感じなかった。ちなみに俺はこの時チームでエルドラージ担当してた一人で、うん、こんなエルドラージなんていうのはプロツアーで勝てるレベルのデッキにはならん、不安定すぎるって言って投げ捨てて、うん、このエルドラージデッキがめちゃめちゃ活躍してて、うん、かなり苦い思いだもんね。うん、あ、こんなの仕上げられなかったみたいな。でも結構なんかオーソドックスじゃない、その2マナ2-1入ってるやつだよね。無色エルドラージだから3-3-2-4-4-4-5-5-5で、なんかこの無色じゃなくて余計なのいっぱい入ってたんだ最初。そのここまでエルドラージじゃなくて、この2-1入ってなかったやつ、ソートノットシェアとなんか4マナ4-4と5マナ5-5が強いってなって、これが入った謎の黒いデッキとかはいろんなチームが回したと思うんだけど、2-2-1のミミックと3-3-2のこいつとか、そのチャリスシミアンまで入れて 無色でストンピー的に研ぎ澄ますみたいなのができなかったよ。だからチャリスは結構すごかったな、どっちかというと。でこの、そう、この完成形のデッキが、うん、それでめちゃめちゃ活躍したんよ。みんながここまでのエルドラージを作れてなかったから、うん、駆け抜けることができたっていうか、そんな感じだったと思うんだけど、これが多分十何人使用しててみんな勝ちまくってたみたいな。結構勝ってた、もうちょっといるんじゃないか。使用率結構なんだかんだでエルドラージ使用率まあまあいたから、全体的には。だから研ぎ澄まして使えたチームは少なかったっていうか、プレイヤー中で研ぎ澄ませれたやつらは勝ちまくったし、多くのプレイヤーとかチームが研ぎ澄ませなかったっていう感じだったね。そうね、それとヨーロッパからどっかがその青単エルドラージあって、あったあった、青単と青赤があった。青赤で、赤緑とか多分その後の、赤緑はその後、うん、で青赤が結構ミラーついて、赤のレイコマク331のやつと、うん、あと空中生成エルドラージと655のタップクのやつ入ってるやつあって、はい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 、入ってた入ってた、あれがミラーに強いんだね。あった、そう、うん、でそこが結構すごいなって話になったんだよ、うちらは。はいはいはい、はい、そう、ミラーこの無色はほぼ近いやつ組めてた。まあ結構オーソドックスだから。そうだね、でも日本人誰も選んでなかったよね。いや、選んでる人選んでたと思うよ。あ、本当？うん、あ、ちょっとそれぞれの、だから大会がなかったから、それぞれのチームの中で感覚差が違ったんだろう。まあ、発売2週間と結構ね、すぐだったよね。ってそう、うん、で結果俺らのチームは諦めてて、うん、俺の記憶の中ではうわ、すげえエルドラージものにしてあいつら勝ちやがったみたいな感じで悔しかった。俺らどっちか空中生成大事ですげえの使って見つけたなみたいな。どっちかそっちだったから。あ、はいはいはい、でも優勝したのはこっちだったよね。そっちかな、多分、うん。ということで、視聴者置いてきぼりトークが繰り広げられましたが、まあ、簡単に言うとどういうデッキですか、これらは。はい、まずトマピア使うエルドラージですが、はい、こちらはそのゲートウォッチの違いでたかな、エルドラージというね、無色の、うん、6色目のね、無色マナーが出たのがここからなんですけど、まあ、その分すごい4マナ4-4で手札破壊したりとか、5マナ5-5速攻にちょっとね、能力持ってるみたいなのがあって、それをウギンの目というね、無色呪文が2軽くなるランドと、うん、あと無色タップでエルドラージに使える無色2が出るランドかな。ウギンの目もエルドラージスペル限定に軽くなるね、無色っていうか、うん、というその
スタンダードにおいて2マナランドが2種類入るというねすごいデッキが、まあ、爆誕して、はい、まあ、めちゃくちゃ暴れ回ってたデッキですね。なんか半分限定構築みたいなデッキがさ、うん、これエクステンデッドだよね。そう確かその大会これはエクテンが多いんですわね。エクテン、エクテンかモダンモダンモダンだモダンだよ。モダンこの時期モダンで半分スタンダードパックのカードみたいなのが暴れ回って、うん、ウギンの目が禁止になったの。そう2ターン目にね、4-4のね、手札破壊してくるやつ出てくるみたいな動きで、とりあえずその、なんて言うんだろうね、これプリズンみたいなデッキだよね。いや、プリズンじゃないか、だから、ね、違うな、なんかとりあえず、うん、一見重いカードを特別な土地で軽く出してって戦うグッドスタッフみたいな感じか。なんかもうただ強いデッキよね。そう重そうに見えて実は軽いみたいな、うん、なんかとにかく強いんだ。そうあ普通アグロだよね、早い話は。そうだね、妨害あるアグロみたいな。そう、うん、なんか高スタッツが殴ってくる。そうね、うん、やばいやつら。なんかあんまり歴代ないデッキだよ、そう考えると。すごいなんか1番打者ミミック、うん、2番打者3人なんだっけ破滅を導くものか、うん、分かんないけど、で3番打者4-4、うん、5番打者5-5みたいな。そうで6番打5-5までね、上の5番打者じゃない、4番打者か、4番打者5-5みたいな、うん、リアリティスマッシャーか。あとどこでも埋めてくれるリベロの X の X、 そうだね、 XX とか。そう、はい、まあなんだか強い気だったよ、はい、とってもプラスチラツキガとか、うん、とっても強いというね。アーボーグとかで、はい、アーボーグでウギーも学べるようになったり、うん、まあとにかく強かったね、これは強かった、うん、分回りがとにかく強いね。はい、で、ヤスオは神話です。ロボットって言われるタイプの神話かな、いわゆるその、そうだね、思考の、うん、じゃあ、鋼の感謝で全体を強化しまくるっていう。そう、まあ結構ね、そもそも海外と神話っていうかロボットって言われることも多かったけど、そうだね、まあ基本的にはアーティアクトのデッキ、まあラベジャーとオーバーシェアが入って、あと青のね、あれか懐かしいね、マスターマインド、あれか、マス、うん、エーテリウムの達人かな。簡単に言うと茶色のクリーチャーデッキ対決ですね。懐かしのね、世界大会のデッキを持ち寄ってます、はい、お互い無色デッキですね、これは。はい、ということで、はい、どっちの無色が勝つか、強いのか、歴史はエルドラジオが強かったって言ってるけど、はい、直体だとどうなのかやっていきましょう。お願いします。ロボットも止めらんないな、9。神話は結構エルドラジオ、まあいける方なんだよね。いける方だね。 その後の環境でも別に神話も使われてたもんね。そうで、そのうち赤身とエルドラジオも出て、あの辺が神話にめちゃくちゃ強いみたいな。エンシャントグラッチ搭載、グラッチ使えたり、あと57唐突持ちだから。あ、57か、あいつ57じゃなくて、なんかすごい謎のでかいやつ。でかいやつ、そう、割れるんだよね、しかもあいつ土地以外のなんかパーマネント、パーマネント割れる。そう、クリーチャーか土地以外だっけ。うん、土地も割れた。いや土地はいけないかな、まあ、クリーチャー以外か。クリーチャー土地以外の、まあ、結構置物を全部割っていくイメージだったよ。俺この時神話使ったんだよね。お願いします。お願いします。マリガンします。おざこちゃんマリガンします。お互いマリガン。ミミック332444555655全部ゲート落ちだもんね。ミミックがやばかったんだよな。やばい、ミミック入ってなかった俺、悔しかった練習段階で。あ、そこは結構違うかも、うん、キープ。いやー、ミミック掘り、あ、1体よかった。ここ2体やばいよな。2体で次ね、発展度あるからね。ある。お、メムナイト、ファールボックス、はい、シグナルペスト、はい、シグナルペスト、終わり。殴ると他のやつ1-0で飛行にしかブロックされない。そう、先行だったらな、分回りなんだけど。はい、何台の受験者、はい、はい、3キル、3キル、4-4に変わった、4点、終わり。もうかなり回れたんだけど、もう1枚何ランドワン、はい、フリーボーイ、うん、見て、はい、終わり。あ、強い、スマッシャーはやめて。あ、引いた、リアリティスマッシャー。はい、どうぞ。5-5にして、はい、殴ります。これも、これもしょ、はい、強すぎない、7、終わり。いや、トランプル、しかも強すぎる、手がつけられない。まだワンチャンあるか、なんもないけどまだいけるか。終わり。3-2、はい、どうぞ。3-2になった。はい、どうぞ。クリーチャーします。能力使います。はい、とりあえず乗る対象のクリーチャーが減るから、まあ殴った方がいいわいな。これ今3人ですよね。うん、ここ、うん、で、カウントで3-3と1-2になる。じゃあ月が先に、はい、5点、はい、で2、ここは1、これ1で、はい、
手付きを惜しんで1枚ワンドリングしてます。ミミック終わり。はい、どうぞ。あれじゃあ、はい、まずいまずい。そしてからあと、うん、終わり。まずくねこれ。そうでもない。いやもうギリギリだね。はい、なんかもう1枚来るときつい。三三三三二三二三二二だね。二三二三二二二三二二止まってんじゃん全部。うん。接合先もある。これだけ殴ると二三二三二二まとめられて。この辺かな。感謝がでかい。うん、接合って自分の意思しかできないよね。自分の意思、いやまあ命だからね。そうそう。前蔵爆弾終わり。ええー。マジでなるべく飛んでいく。うん。いいの、いいのあるね。一体抜けて勝つ作戦。殴りまーす。はい、6点通します。6点。12。あれ。ちらつきいる。しかも、次のターン帰ると負けるから。まあ、次ここ飛べば、まあ。倒せざるを得ないね。うん。まあ、とりあえず貯めとこう。貯めて。はい。いきます。くぅ！さすがに使うほかないな。返したら負けるから、うん、使います。3つ食いました。はい、5、まあ、ガトチは死ぬと何にせよ死ぬけど、リアリティスマッシュはもう内地にこれが死んで、みんな死ぬね。これが死んで、これが死ぬ、まあ、77のラベージャーが残るか、ガトチが残るか、うん、殴らなかった場合は1、2個乗って7、9、10点、次のターン。いや、モックスと思考7、9、10、11、次のターン1枚当てなくて引いたら負けちゃうから、うん、殴った方がマシか。殴って、これが死んだらトップめくってコスト3以下だったら出せる。出せる。違ったら半分以下割れ。これにかけるか、うん、とりあえずこのターンは残るのが77ガトチか、まあ大体ラビア残るね。88ガトチ。OK。はい。殴ろう。まあまあ、殴るしかない。まあ、次12だ。これ足りてるね、これ。足りてる？足りてる。ここが3になって、7だから、うん、ここで10あるから、で、12ある。ん？それ誰か死なん？誰も死なんの？いや、さっき、エンドしたら。もう開始、場で12。ああ、エンドしたらね。そうそうそう、エンドしたらダメだから、殴るしかない。ああ、結構引かなくても足りてた。これ、そっち1体しか死なないね。こっち2体死なんね。そう。でもその代わりこれでゲットっていう感じ。いや、まあ、そいつを殺さないパターンもあるからね。それやばいね。それでいいんじゃないか。なんもなければ。あ、そうだね。倒しときたさはあるけど、無理しなくていいから。倒さない方がいいね、これ。ブロックして使います。うん、で、食べるか。はい。で、これでいいかな。はい。そうか、うん。これだと負けないけど、不利にはなってるね。はい。まあ、次のターン負けるよりマシっていう感じな、うん。でも余計積んでるね。でも次のターン負けるからしょうがないよな。そうね。あ、でも、あ、なるほどね。ゼロ、はい、終わり。あ、まあ、一応カイトで曲げれるね、一応接合は。ん？最初は一応曲げることができるよ。どこに？いや、これ、あ、接合のやつ、一応。え、これにしか曲げらんないよ。うん、いや、これに曲げることができる感じ。接合しない場だったもんね。うん、うん、そうだね。できんの？接合って自分のクリーチャーだけじゃん。うん、あ、相手のに乗せないだけで、うん、相性を選べる。そうそうそう、はいはい、よくラビジャー曲がったから相手のに乗せたの見たことないわ。うん、まあ乗せないからね。はい、一応チャンプにはできるか。7、10、11、12か。一番いいの引いたとりあえず。7、バルトスカーチ。良すぎる。え、完全勝利じゃん。ね、これで7、10あって、12点あるから、これでマスブロか。ん？これやっても負けじゃない？ブロックしようが。ん？あ、これで負ければいいのか。そう、接合できないから。オッケーオッケー。で、4点。はい。で、終わり。8。積んでるじゃん。はい。はい。ブロック。3。終わり。お。ランドいて。いけ。負けなんだけど、はい、どうせ負けるなら、うん、これなんかこいつに打ってみた方がよかったか。ああ、なるほど。もし打ったら、はい、倒れて、倒れて、何も、なんかひらめかないんだけど、うん、何も。死亡。はい。はい、負けました。なんていうか、まくった。強いんだけど、鋼の感謝。感謝強いよ。今の流れで勝てるなら、結構神話勝てる。そう。腹渡打ちとか入ってないな、サイドに確か。うん。サイド後それで相性が改善ちょっとはすると思う。基本的には、まあ、五分かちょい有利はあるかなと思って。神話が？そう。
ただ神話はやっぱり他にやっぱデッキにすごいメタられてるから神話自体も強い。神話も事前の本命だったよね。本命これ何使ったかさっぱり覚えてないもん、そのプロッツァ何使ったんだろう、マジで青掛け全く覚えてない。負けたもん俺ら、うん、まあそういうことだよね。エルドラージだけが勝ってたっていう大会だった、うん。エルドラージはその爆発力とかポテンシャルの割にそこまでメタられてなかったんだよね、うん、いやそうそうそう、そこまでそのエルドラージがめっちゃ強い本命みたいな認識がなかったから研ぎ澄ましたエルドラージが勝てたんだよね。ちょっとメタルづらいね、結局分かってたとしても。だから俺らのチームはもうエルドラージもうダメじゃんこんなんと思って最初いじってたけど、そう最初注目されたと思い出した。なんか変な黒無色デッキみたいな、よく分かんない黒コンのエルドラージみたいな感じだったんだ。アグロっていう感じで無色っていうのじゃなかったから、これ別に他のデッキでよくねってなったの。なるほどね。いや悔しい、ミミックとかこんな2万人1そんな使うと思わなかったの、うん、最初雑魚っぽく見えたもん。まあでも一応ね全部同じセットであってきてるからね。心がどっこい気に入った一緒に使ってくださいみたいな、ね、3万3人とかさもうリミテッドのカードだと思ったもんな。いや3万3人って考えるくらい1万3人だからあいつ、そう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 ウギンの目というねバグが、はい、神話に勝てないなこれじゃ。めっちゃグラって言ったらで記憶あるもん。神話に勝てない、勝てる勝てないでいうと勝てないし、やっぱ2マナランド引き直せばっていうのがあるからバリガンしようかな。あ難しいね。普通の相手だったら普通にキープするんだけど、まあ、いいハンドではあるよね。まあ神話って分かってたらまあバリガンしてもいいかも。これ打ってこれ出した3ターン目出したぐらいじゃ、うん、で2ターン目これ出すとこれ打てないから結局3ターン目これそう、うん、かこれでやるか、うん、選択まあワンマリした方が得かなっていう気はしますね、うん、はい。コントロール系のデッキとかだったら全然やるんだけどね、うん、俺グリクシスコントロールみたいなの使った気もする、はい、そんなあった春章コラコマみたいなあったかもしれない。なんかもうね今度そんな他のデッキは結構雑多だった気がする。なんかいろいろあったと思うけどね。あーきつ青系のコントロールっぽいのもあったしやります。はい。それは白月が終わり、はい、ゼロマナ引かんか見て払います。バルトスカージ、はい、じゃあマックス、はい、終わり。アーフォーク、はい、全然爆弾、はい、終わり。つえーつぼ、いや一旦遅い。とりあえず行って大橋、はい、終わり。シミヤ軍隊の行きやちゃんやべえじゃん、はい、終わり。全然勝てなそうな気がするよ。でも爆弾結構きついんだよね。爆弾強い。コンソプター、はい、ラビジャー、はい、クリーチャーか、はい、起動します。強すぎるな、そいつ。反則だよ。上から4点はい、15点ゲーム。全然勝てる気しない。はい、はい、終わり。起動まずオーバーシア再生します、はい、でラビジャーでここ食べます。はい、で、そのまま破壊されて、絶望で4。先に殴っても一緒のこと起きるやんな、うん、割り込めないし、ディスメンバーで割り込めるから怖いから。でもラビア立ってたよね。立ってたね、うん、はい、立ってました。殴れない、はい、4-4、終わり、プレッシャー、はい、負けだよ、こんなのなんかリミテッドと構築みたいになってんだけど。ラインアップ、はい、つけて、クリーチャー化して、はい、はい、でアタックして5、6、7、8、9、10、11点4、終わり。絶対絶命、絶対絶命っていうかさ、うん、絶対絶命オールレディだよな、これ。そうだね、飛行が止まりづらいっていうね、弱点があったから、ね、8点はい、13終わり。ちゃんとできるとメムナイト、はい、チラツキーカで、はい、飛行2体で殴ります。これも殴る、あ、なんか足んないか、足んないか、そう、これでチャンプチャンプでしょ。ブロック、はい、で、ブレイキング移し替えて終わりです。出せません、はい、終わり、負けました。ちょ、もう一回、もう一回、なんか、いやでももう見えたな、エルドラージからミミック、ミミック、ミミックぐらいなんだけど出ないぞ、まあこっちはどんぐらい回るかでもあるけど。メムナイトで止まるからね、そいつら。あ、止まんないわ、あ、止まるわ、あの、2-1は止まるわ、でかくなんなきゃ。まず次がオーバーシアからね、12点パンチみたいな、うん、はい、先行いきます、はい、鋼の監視者引かないとかもあるからね、まあ、今言ってるけどね、あるある、引かなかったらまだリミテッドでも、まあ、プレーティングが監視者がないとこのマッチは勝てないから、その辺もある程度求めて来た来た、これだよ、このデッキはこうじゃないと、はい、ウギンの目、ウギンの目が引くかどうかでかいよね。うん、はい、終わり。
終わり。はい、無色出ないねこれ、うん、オパールモックス出してきたんだけど、もう一枚やろこれ。いや、チャリス入ってるから基本出すよ。あ、そっかそっかそっか、うん、あんまり出さない意味ない。じゃあ判定されても嫌だし。チャリス入ってるから基本出す。なるほど、チャリス4枚入ってる、うん、でも逆に前奏爆弾が刺さった。なるほど、ゼロ起動、はい、1点、はい、終わり。爆弾こいつら飛んでくれる分には逆にいいっちゃいいかも。確かに、後々考えると。終わり。いや、そもそもアーボギアって出てこないからね、残像爆弾ウギンからスタートだから。確かに、うん、まあまあある程度割り切っていく。33、はい、3点、15、失節だ。あお、4点、終わり。なるほど、ちょっと続いてるね。終わり。うん、ライフがきた。いや、あー、リアリティスマッシャーじゃん。はい、スマッシャーきついよ。練習からの引かれちゃった。無理か。2。終わり。負けました。妨害しながら早くデカブツ出すのはさすがに強いな。そうね。ミミックからのスマッシャーが強いね、やっぱり。一旦目ミミックは本当にこのデッキで輝くね。打線通りに行った時。そう。ミミック4455ゲーム、エンドだったからな。あとなかったけど、やっぱチャリ1とかが結構、うん、チャリ0、チャリ1が刺さるから、まあ、先行チャリ0まあまあ効くからね。効くね、分回んなくなるもん。はい、ということで今回の結果は2対1神話の勝利。懐かしいな、思い出深い、うん、懐かしいね、10年前そうだねぐらい。ゲートウォッチの誓い何年に出たんだろう。もうちょっと前じゃない。多分カードの年号を見れば分かるはずだ、うん、これは2016年のセットだから。8年前か。8年前だね。確かにモダンだからそんなもんか。8年前まだプロツアー出てたんだな。出てたね。2019年引退したもんな、うん、それはそうだ。その時まで出てたから、はい、8年前。まだ8年前なんだ。まだ8年ですよ。いや、でも時間が食ってた。時間が食ってるよ。もう8年は相当前だよ。もうあれから8年。そう。だマジックやってるのがさ、もう25年、26年やってるわけだから、まあ、まあ、確かに、その中の8年ってまだ3分の1ぐらいなのかっていう、うん、そのマジックやってきた中で。そうだね。比較的半々より近年なわけだよね。うん、でも8年って1回やめた後、復活した後だよね、友春が。まあ言うて俺だってすぐ復活したからさ、その、うん、あとやめてるって言ってもドラフトとかしたりしてるから、うん、その間もやめてないんだよね、その、まあ、競技シーンから離れたりとかあったけど。うん、懐かしいね。うん、懐かしい。人生本当マジックに時間使ったよな。めっちゃマジックやったよな。思わなそう。うん、今も結局カードやりまくってるけど、うん、まあちょっとまた別だからね。マジックってのはもう今はマジック中がカードゲームに変わったけど、そっから。そうだね、うんうん、まあ、やっぱマジックとカードゲームのつながりも大事だし、うん、カードゲームと世の中のつながりも大事だから、うん、なんかやってることは変わったけど、いいな、こうやって昔の対戦するのは。なんか当時と今のいろんなゲームそのものとか、うん、ゲームをその時代やってた自分自身の変化とかいろいろ感じるものがあるね。あの頃対戦いいな、やっぱ、うん、なんかもう本当のあの頃、うん、2000年近辺ばっかりやっちゃうじゃん、やっぱ数字取れるし、うん、やってた人も多いから。でもいいね、なんか逆にこの辺だと自分がやっぱり競技でやってたから、友春としてはあの頃だよね。そうだね、2010何年とかも全然いいな、やってみて、うん、一番こんぐらい注目のデッキだったら。そう、やっぱりプロとしてね、頑張ったデッキとか思い出はあるよね。そうだね、うん、一番の一番は本当プレイヤーオブザイヤー取った2007年前後とかだけど、一緒にチーム戦も優勝したし、この頃は海外とね、チーム組んで友春とかもやってたから。そうだね、海外勢と合宿してやってて、うん、2012年の復帰後は俺、グランプリ準優勝5回あったんだけど1回も優勝できなかったんだよね。あ、そうなんだ。うん、でも成績自体はまあまあ良かったからやってたんだけど、うんうん、YouTube 始めてやること多すぎて無理になって引退したんだ、うんうん、で引退したらコロナ来たんだ、はい、いや懐かしい。はい、ということであの頃対戦で思い出を振り返る回でしたということでね、今後もいろんな対戦動画やってきますので、ぜひチャンネル登録、評価、コメントなどお願いします。安田の X スイッチもご注目お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。